対画面見ながらやったら事故るな。こんにちは、阿部あかなです。今日はチーム M 恋を突然やってくる公演の前に配信をしております。今日はなんか前髪をふざけてみました。今日もよろしくです。今日公演に来てくださる方もよろしくお願いします。ゴールデンウィーク明けにありがとうございます。皆さんは今日からお仕事でしょうか。どうなるの、お仕事の方が多いのかな。まあゴールデンウィークも仕事でしたっていう方もねきっといらっしゃると思うんですけど、前髪を上げるときは眉毛に命をかけないといけないというルールがあります。ルールというか、まあ普通に今日まで仕事休み、あら、じゃあもう今日から仕事の大勢を見ながら美味しいご飯を食べられますね。ねえ、本当今週が一番皆さんしんどいかと思うんですけど、頑張っていきましょう。体調には気をつけつつ頑張りましょう。大阪コミコン2023もありがとうございました。今年楽しかった、めっちゃコミコンに遊びに来てくださった皆様もありがとうございます。なかなかね、なんか普段触れることのない世界だったりしたので楽しかったね。初めて本当に、まあアメコミだったり海外の本当豪華俳優さんが来日されたり、めっちゃ大きなイベントだったんですけど参加できてよかったし、12月にね東京でも開催されるとのことなのでそれも行きたいなって思いました。コミコンめっちゃ楽しかったです。よかったなんかファンの方も来てくださったりして、全員でアウェーだったと思うんですけど、たくさん応援してくださったり盛り上げてくださった方もありがとうございます。本当に素敵なイベントでした。なんか好きなものに集ってる人たちの空間、うん、好きなものに関わってる人の中にいるのってなんか元気出るね。コミコン楽しかったし元気出た、あら、そう言ってもらえると私も嬉しいです。よかった。なんか普段ねアイドルのイベントに行かない人にたくさんお会いできたりしたのでありがたいですね。そうだ、ライブも NMB48 のライブ5月3日4日3日4日2日3日ありがとうございましたそれもすっごく楽しかったです。本当にリクアワもね、久々のリクアワでしたが、私ももうほぼ初のリクアワなんですけど楽しかった。ジュゴンのセンター笑った。ジュゴンセンターじゃないんですよ私。ジュゴンはジュゴンっていう私がずっと数年前から歌いたかった曲が6位にランクインして、まさかので、全然オリジナルのメンバーじゃないけどジュゴンはジュゴンを歌わせていただいたんですよ一緒に。でその時に、そう、私がセンターじゃなくて結構いろんなメンバーとかスタッフさんとかが、いや
私もねセンターやりたいって言ったしセンターでいいんじゃないって言ってくれたんですけど、ちょっとセンターはやらせてもらえなくて、そこだけ無念だったんですけど、でも結構配信なんやろ、感想とか見てたらなんか私がセンターやと思ってる方が多くて、まあなんかあそんなになんか大した差でもないやなと思って、まあないかって思って満足しました。歌えて本当に良かったです。投票してくださった皆さんなんかありがとうございますそう、それから夢は逃げないがね第2位で、それではセンターをさせていただいて、それがすごく嬉しかったです。なんかまさかこんな話はメイクしながらする話じゃない、まさかセンターをさせてもらえるとは思ってなかったのでびっくりしたし、うん、びっくりしましたそうなんやと思って一番私が意外に思ってました。センターじゃないやろうなと思ってたからね、ありがたかったです。夢逃げがでもなんかこんなことを言ったら変なのかもしれないですけど、私は別になんか夢逃げが2位でよかったなって思ってます。2位でよかったな、まあ変ですけど、まあ本当にでも2位ってまさかそんな上位に来るとも、あんまそう何もそう考えてなかったんですけど、別に上位曲予想なんて1ミリもしてなかったし、ジュゴンはジュゴンが6位に来るとも思ってなかったから、なんか何の曲が何位でもなんかその順位を素直に受け入れてたんですけど、それがうん、なんか嬉しいですね。でも結構数年前の曲だし、折り面も減ってるのに、なんかね、2位にランクインできて、夢は逃げないっていう曲を好きでいてくれてる人がたくさんいるんだなと改めて感じまして、うんね、なんか嬉しいね。なんかみんなが泣きながら歌ってる耳は逃げないが異様な感じで面白かったってスタッフさんとかには言われました確かになかなかないですよね。なんかみんなが泣いててびっくりした。最初みんななんかメンバーと目を合わせるところがあるんですけど、こう最初ケイトちゃん、しおつきケイトちゃんと目を合わせて覗いて、そんで次山本美香菜と目を合わせたら美香菜が泣いてて、あ、美香菜が泣いてるって思ってそれだけ。なんか私もね、なんか発表される前が一番泣きそうで、なんかあこれ泣くなと思ったんですけど、本当に第2位夢は逃げないって出た瞬間にもうステージに行かなきゃいけなかったから、なんか涙出てくる間がなくてやし、なんか踊ってたらなんかいつ泣いたらいいか分かんなくてさ、走ってたらなんか泣きたかったって言ったら変やけど、なんか私も泣きたかったんですけど、なんか踊ってたから出てこんかった。踊りながらどうやって泣くんやろうってでも夢は逃げないがなんかこう立ったもう踊らずに歌う曲やったら泣いてたと思います。でもなんか走ったら泣けんかって、でも気持ちをねしっかりぶつけて
歌えたのでもう満足、楽しかった、楽しかった。何やろ、なんか本当にその一曲だけを歌えることってないから、やっぱ普通にライブとか公演とかで歌う曲を歌う時ってその前の曲に一個前の曲があって次の曲があってその次もあってとか、なんか流れでね歌うけど、一曲だけ夢を逃げないだけを歌うってなかなかこれまでにもなかったことやから、だからこそなんかそれに全力投球で集中して歌いました。そう、なんかその後スワンボート、1位がスワンボートで、研究生ちゃんたちが B2 メンバーたちが歌ってる時になんか泣いたんですけど、なんかね、いや別にだから泣きそうだな、いつでも泣きそうやったんですよ、夢は逃げない歌ってる時も。でもだからなんか踊りながら泣く方法が分かんなくて、踊りながらやったら、まあ、別に出てこなかったけど、なんか金テープがキラキラしてて綺麗やなと思って泣きました。そう、最後1位の曲の時に金色のテープがバーって出た時に、あ、スワンボートが1位やったんやなってその時に実感して、でなんかなんて言うんでしょう、なんかちょうど見上げてこう待ってくる金テープを見てたらすっごいキラキラして輝いてたんですよ。でなんかその輝きに、なんかこれまでのステージから見る輝きとか、なんかアイドルのキラキラみたいなものがなんかすごい重なって、なんか変な泣き方、変な、別に何やろ、文学的な泣き方しとったごめん意味わからんこと言ってますけど、なんかね悔しいとかじゃなくて、何やろ、なんて言うんですかね、悔しいはなかったんですけど、なんかいろんなこと思い出して、いや、なんて表現したらいいんやろ、なんか綺麗やなと思って泣きました金テープが綺麗だなって感じて難しいですね、伝えるの。ねえ、なんて、まあそんな感じです。悔しいっていうのは別にないかな。ショートカットの夏もソロでまた歌わせていただけたり、太宰治も読んだかっていう NMB の中での名曲もなんかまた任せてもらえて、それも嬉しかったです。ちょっとなんか前髪の正解が全然わからんわ、初めて前髪を流してるので、どこにどこで固まここでとどまってくれたらいいんやけど、絶対途中で変なことなるな。アベンジャーズちゃん、ショートカットの夏でバックダンサーを9期研究生の子がしてくれて、でその子たちになんかバックダンサー名前つけてって言われたんですよ。でちょうど渋谷渚さんが前バックダンサーつけてた時はなぎちゃんズだったよって言われて、でまあ阿部ちゃんやからなんか面白い感じのいい感じのやつでお願いしますって言われて、面白い感じのって何やろうって思って、もう正直当日まではなんかバカポンズとかそんな感じで行こうと思ってたんですよ。でもなんかふと、あ、なんか阿部やから私がアベンジャーズとかええやんって思って、こうなんかアベンジャーズって言ってもいいですかねって確認取ったら、なんかちょっとアベンジャーズだと強そうやから、アベンジャーズちゃんとかちょっとちゃんをつけようみたいな感じで、ちょうどねコミコンの PR 大使でアメコミのね映画をたくさん
見たりとかしてたからこそ、なんかコミコンがあったからこそ出てきたアベンジャーズちゃんっていうネーミングでした。でなんか多分なかなか言葉だけで言ったら伝わんないから、スタッフさんが優しさでテロップを出してくれたりして、いろんなそんなこともありました。今ねアーカイブでライブ映像が見れますので、よかったら見直してくれたらなと思います。スクショタイム、スクショタイムするか、はい、背景をきれいにしてね。きれいにならんかった。でこのうさぎちゃんも珍しくつけてみました。えい、さてちょっとそろそろ行かないと呼ばれる。本当に皆さん急に配信したんですけど、見てくださりありがとうございました。アリンさん、香港のマコさん、イッシーさん、ラグーンさん、いろんな気持ちさん、ヨマさん、キャネさん、ユージローさん、ノブ太郎さん、ひよこさん、ジョーさん、ニッカさん、台湾の BK さん、ありがとうございました。今日のこのあと18時半からチーム M 恋は突然やってくる公演もありますので、よかったら DMM 配信だったりでご覧ください。そしてライブ映像も見れるので、ぜひぜひまた見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。